Hello， 大家好，我是日本妈妈早奈惠，但是我的儿子叫修也，耶！こんにちは。今日は修也くんと二人で一緒に図鑑を購入したので、それを紹介したいと思います。じゃじゃーん。タッチペンで音が聞ける初めて図鑑1000。お、修也くんすごい釘付け。これねネットで。お、修也くんもう開けたがってます。早速開けたいと思います。じゃじゃーん。パン。お、意外とちっちゃい。あ、でもこんなもんか。すごいめちゃくちゃ分厚い。ほら、シアコン、これ何？シアコン、これ何？これ、ワンワン。早く触らせろ言ってますね。はい、どうぞ。お、うわー、すごいいっぱい動物がいるね、シアコン。ゴリラどれだ？それ、ライオン。ゴリラ5個。ほら。ライオン。ライオンは？ガオー。この図鑑ね、ネットで購入したんですけど、なんと2ヶ月待ちで、週や2月15日誕生日なんですけど、それに合わせて購入しようとしたら、すでに予約販売みたいな感じになってて、誕生日に間に合わず購入しました。で、これのすごいところが、タッチペンがついてるんですよ。このペンでタッチすると音が出る図鑑になってます。なんか買うとき当時すんごいネットで流行ってて、特にインスタとかでいろんな人がなんか紹介してて、この図鑑を通して単語を覚えたりしたみたいなお母さんが結構いらっしゃったので、当時すっごい人気すぎてどこも売ってないんですよ。もう本当に売り切ればっかりで、でアマゾンで見たらなんか当時7000円とか8000円とかものすごい値上がりして売られてて、多分今は在庫のその供給が落ち着いてきてるので、まあ5000円前後で購入できると思うんですけど、ちなみにこのシリーズ初めて図鑑900っていうのも出てて、これが多分最新版だと思います。値段もねそんなに変わらないんですよ、900と1000とで。なのでせっかくだったら線の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、でこの図鑑のいいところが全部写真なんですよ。イラストとかじゃなくて本当にリアルな写真なので、子供がこの図鑑を通して言葉とか覚えても現実のものとリンクがつきやすいので、先に実写の写真で見てからとか覚えた方がまあ覚えやすいかなっていうふうに思います。しかもこれすごい、日本の四季ごとに有名なものとかも載ってて、まあ、ひな人形とか兜とか載ってる。すごい日本の文化とか載ってるね。お正月に使うものとかね、あと国旗とかも載ってる。あ、何でも載ってんだこれ、すごいな。カタカナ、ひらがな、面白い。あとなんか歌とかもあります。これアルファベットもあった。日本語と英語がセットで載ってます。切り替えができるのかな、おそらく。バッチペンで音が聞ける初めて図鑑1000。ダチョウ、ワシ、オウム、ペンギン、ペリカン、軍艦鳥、フクロウ、キジ、ツル、ワシ、ペンギン、ヒヨコ。触りたい。あ、はい、どうぞ。いいよ。はい、しおくんタッチしてみ。おい。カエル、ティラノサウルス。野菜もあるよ、ほら。トマト、ベジタブル。お、英語もある。あー、わかった。ここで切り替えができるんだ。あ、電源来た。ここでね、切り替えができるようになってて。日本語、キャベツ、英語、キャベジ。おー。トマト、スイートポテト、アスパラガス。いいね。Strawberry. なんかこれあれと似てる、うちのワールドワイドキッズっていう英語の教材があるんですけど、それとめちゃくちゃ似てる。前ねこのおもちゃの棚を作る動画を撮ったんですけど、その時にチラッとそのワールドキッズの教材を紹介したんです。そしたらものすごい反響があって、いろんな人からどこで購入できるんですかっていう風に聞かれたんですけど、あれはね日本でしかおそらく販売されてなくって、会員であっても追加購入ってできないんですよ。基本的に教材が壊れた場合に限り部分的に追加購入はできるんですけど、基本的には売ってなくって、ネットで販売されてました、メルカリ。まあとりあえずあまり売ってないので
それが気になる人はこっちの図鑑を買った方がいいかも。これはねフォニックスじゃなくって普通の、まあ、英語の発音になるんですけど、まあでも日本語も英語もどっちも勉強したいっていう人は購入を検討してみてもいいと思います。そんなに高くないし中身もぎっしり詰まってるので長く使えると思います。すごい、宇宙とかも載ってる。こっちがワールドワイドキッズの教材なんですけど、こっちが辞書ですね。シュアコンタッチしてみ。バナナ。シュアコンタッチして。これでもねちょっと 太すぎるかもしれないな。これもねちょっと太くて持ちにくいんですけど、あでも持ててるな。でもこれ簡単に子供が押せちゃうのはあんまり良くないかも。こっちだとこっちのスイッチを切り替えるっていう感じになるので子供が自分でできないんですよ。これシュア君ちょうだい、タッチして。はい、果物バナナ、ぶどう、英語アポ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 。 I would like some fruit juice。 うん、ここに英文書いてある。 Fruits are very。 お、シュア君二刀流。そっちも反応しないよシュア君。あ、また押してるシュア君ボタン押すのに夢中やね。でも楽しむところそこじゃないんですけど、でも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 ちょっと興味ないみたいですね。という感じでうちの息子はちょっといまいちなリアクションだったんですけどでも長く使えるのでいつか多分興味が湧いてくる時が来ると思います。その時によってね興味があるものないものって変わってくると思う。何が楽しいの？これ？はい。で、これはすごい面白いなと思ったのが、日本で作られている、まあ、小学館っていうところが出版してる本なんですけど、まあ、日本の文化に基づいた図鑑になってるので、中にね、このお寿司屋さんのお寿司のネタの名前がわかるのが載ってたりとか、英語版もあるしね。すごいいいなって思いました。あとは楽器とか、あすごいゲームもある。なのでまあ気長にしゅうやくんが興味を持つタイミングを待ちたいと思います。これで色と形と数も学べる。すごい万能ですね。はい、しゅうやくん撮影終わります。バイバイしゅうやくん。バイバイ。無視ですね。バイバーイ、シャツジェーン。バイバーイ。